農林水産省には、ピアノがある。へえ。バズバズ。農林水産省の松本です。私は丁寧な暮らしに憧れる公務員です。前回のルームツアーの動画もたくさんの方に見ていただきありがとうございます。私の朝は鉄瓶でお湯を沸かすことから始まります。そうそう、ご飯も炊かないと。ご飯のお供は海苔と卵、あと赤しそもね。だからご飯には海苔と卵と赤しそでしょ。あ、あんた女だったの？てか人間だったの？人間だとか犬だとか正直どうでもよくないっすか。やばいやばい、遅刻遅刻。でも今月のアフのテーマは毎日最高朝ごはんだから、朝ごはんだけは作らないと。池田さん、てか犬、てかどうでもいいんだっけ。ペンライト、スティック、そうだ、冷凍してたスティックおにぎり、お米マイスターの渋谷理恵さんがアフで紹介しているのを作っててよかった。冷凍でストックして食べるときチンするだけ。朝ごはんができました。片手で食べられて、しかもかわいい。せっかくなのでお弁当も作っちゃおう。気軽に立ち寄れる朝ごはんスポット、インドカリーコさんの朝ごはんライフ、味噌のスペシャリスト岩木美咲さんのアレンジ味噌汁など紹介しています。朝ごはんはやっぱりご飯でしょ。そうです、いいんじゃないですか。いいですか。バラバラ感がいいですか。バラバラ感がいいということでいいのか、はい、次は合わせいいでしょう、はい、大丈夫そうですか。